明けましておめでとうございます。シナリオセンターの代表しております小林です。2021年ようやく明けました。2020年は本当に皆さん誰もが辛い、世界中が辛い毎日を過ごしたと思うんですけれども、まあ、2021年、まあ、そんなに変わっていないかもしれませんが、とはいえやはり新しい年を迎えたということで、ちょっと気持ちがね明るくなっていくんではなかろうかというふうに思います。2021年、実を言うと今年の節分は124年ぶりに2月2日なんですね。普段は今までは2月3日だったんですね。これは節気というのはこう何天こう暦のあれをやるわけですけれども、それでなんか124年ぶりに2月2日になるんだそうです。要は立春が1日早い、立春が2月3日になるということなんですね。ということは、まあ、春がもうちょっと早くここまで来てるっていうことなので、皆さんもなんかそういうことって、まあ、つまらない、まあ、つまらないって言っていけないんだけどことですけれども、何かきっかけに新しいことに踏み出そうっていうふうに思われることってすごく大事だと思います。私たちは本当に去年ある意味辛い思いをいたしました。このままで終わっちゃうのかなと思いましたし、まして去年は創立50周年だったので、それが焦げたことって本当に大打撃で、私としてはもう本当に昇進のまま、暮らしたという形ではあったんですけれども、でもある意味今思うとね、それがすごい記念の年になったんではなかろうかと。50周年にこんなことあったぜっていうのもまた一つのね新しいエポックではなかろうかと思います。そういうふうになんか、まあ、ちょっと常にポジティブに考えつつ、次へ進んでいこう、前へ進んでいこうっていうふうに思うことが、まあ、創作の大きな力だと思います。この創作をすること、書き続けることっていうことがきっと皆さんのためにもなるし、それから社会を変えていく力になるとも思いますので、今年はぜひとも頑張ってより面白いもの、より楽しいもの、ね、気持ちが明るくなるものを作っていけたらちょっと嬉しいかなと思います。皆さん今年も一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。